で、ここから一応停滞できるから、こう。はい、オッケー。はい、オッケー。はい、目の前リスポン、お疲れ。これやばない。あ、後ろ空いてるくれ。おかしいって、あぶねえ、マジで。なんだ、その、巻き方やばすぎやろ。はい。これで、こうやって、敵リス詰めていくじゃん。バレてないよね。バレてないよね。バレてないよね。バレてないよ。はいどうも、ザルダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーブラックオプス6。早速ですね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、まあ、このベータ中、レベルマックスで解放される、最後の武器紹介ということで、こちら。はい、SMG の枠にある、タント22ですね。こちら今回のベータの新武器 SMG になってまして、まあ、説明文見るとわかりますが、連射速度が遅い代わりに、高威力で遠距離も捌けるよっていうね、まあ、MW3 でいうところのストライカー4号枠ですね。で、こちら元武器がかなりマニアマニアックでかつ変わってるんですけど、グレンデル R31 っていうのがね元武器なんですが、もう超絶マニアックで日本のサイトにも記載されてないし、海外もほぼほぼ情報もなく、一応なんか戦場で生産されたっていうのと、あとまあケルテック CMR30 っていうね、まあ、ビーフ2042の武器があるんですが、それのまあベースになったんじゃないかなみたいな記事があったんですけど、まあ英語なのであんまりよく分かんなかったり、正直解説できるほど資料がなかったんですが、ただ言えることがこちら SMG ってよりかね、カービンピストルみたいな枠で、実はセミオート限定っぽいんですよね、リアルは。まあ当時ね、この銃が開発されたのが1991年らしいから、PCC、まあ、いわゆるピストルキャリバーカービンっていうね、まあ、拳銃弾を使用するけど見た目カービン仕様のね、まあ、民間で取り扱える銃が PCC ってやつなんですけど、当時その PCC のね、概念があるかわかんないけど、まあ、今の時代で当てはめると SMG ってよりかね、まあ、PCC って枠が正解な銃となっています。で、結構面白いのが、使う弾が特殊で、まあ、ここにも一応書いてありますが、22WMR 弾っていうね、これ訳すと、22ウィンチェスターマグナムリムファイア弾っていうね、まあ、神その名前の、マグナム弾を使用してまして、この弾自体は結構アメリカでもね、簡単に手に入りやすいらしく、実際ケルテック CMR も同じ弾なんでね、現役みたいですね。そんな形の武器、まあ、このゲームだとかなり強く、驚きの3発キルができるので、まあ、ザ・高火力 SMG なんですが、なんかその BOCW でソシミっていうね、まあ、ベータでしか最強にならなかった、まあ、高威力 SMG があるんですけど、まあ、それと同じ道たどりそうな感じするんですが、まあ、気のせいですね。まあ、ということで早速、一応ね、フルカスタマイズできるぐらいはちょっとアンロックね、解除してきたんで、早速こちらやっていこうかなと思います。っていうか俺アイアンサイト自体がさ、もうソシミなんだよね、 BOCW の。だから多分同じ枠で追加してる気がするんでね、早速こちら使ってやっていきましょう。ということで、これからもですね、こんな形の COD に関する動画いろいろと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では参りましょう。はい、ということで早速こちらタント2にやっていきましょうか。まあ、基本的にそうですね、この武器あの至近距離の打ち合いはそんな強くないんですよ。一応全打当てればね、それはもちろん強いんですが、ただまあパーフェクトエイムしないといけないので、ちょっと待って、なんかアタッチメント変なことになってるよ。なんでや、このリフレクほらおかしいって、これリフレクつけてたのにさ、リフレクついてないんやけど、バグってるで。これつけてと、いやなんかね、なんかそのガンファイターっていうなんかアタッチメント5つつけられるパークあるんだけど、あれに勝手にね切り替わるバグがちょっと起きてて、そう毎試合変わるんですよ。やめて、どっちいる、ほいっと、はい、オッケー。まあ、こんな形で当てれば、もちろん3スキルなんで強いんですが、ただ至近距離はね、こんな形でキャラコンしてしまったらずれますよと。いや、だからね、ちょっとこれ、難しいっす。ほんまに。ほんまに難しい。ほんまに難しい。はい。待って待って待って。いや、もうこれ拠点乗れる武器じゃないんよ。ちょっとごめん。やっぱ拠点乗らなくていい。そう、一応、理論上ですね。理論上、これでワールドレコード取ってる人いたんですよ。そう、海外のプロで、これでね、速攻で1分ぐらい確か核出してたんかなっていう形で、マジで刺されば強いんですが、はい、ちょっと当てとくよ。刺されば強いんですが、はい、こんな形ね。刺されば強いんですが、刺されば強いんですが、飛ばないでね。オッケーオッケーオッケー。刺されば強いんですが、はい。もしかくるよね。はい、そう、刺されば強いんですが、エイム力がめちゃくちゃ求められるんで、難しい一品となってますと。だから理論上は最強です。はい、理論上は当てれば強いよと。だーおかしいだろう、マジで。狭いマップやばすぎ。そして、ここのね、新マップね、面白いんだけど、マジで、なんか、マジで、本当に、危ね。マジで、脳筋マップすぎて、キルスト繋ぐのが難しいですわと。はい、いるわ。多分、来るよな。いやいやー、ちょっとずれたけどさ。で、ここから一応停滞できるから、こう。はい、オッケー。はい、オッケー。はい、目の前リスポン、お疲れ。これやばない。あ、後ろ空いてるくれ。おかしいって、あぶねえ、マジで。なんだ、その、巻き方やばすぎやろ。来るから、ハンドガンに行くわ。もう、無理やてこの巻き方、対応できるやつ教えてくれ、誰か。いや、それこそ LMG とか角間がやな。角間があったら絶対消えてたな、さっきのも。これやっぱあれやな、前出た方が強えな。前出て、嫌がらせした方が強い。あ、いや、こういう時ちょっと弱いんよな。で、多分こっちから来るから、こう見る。オッケーオッケーオッケー。
オッケーオッケーオッケー。いや、この一回エイムこう離して腰打ちにしてからもう一回打つ感じ。素晴らしいよ。腹章だよ。からのスカウトパルス出しといて、段数アップ系。いや、ほんまにね、このマップおもろいんやけど、マジ、おもろいんやけど、ザ、COD のこの、クソリスが好きな人傾けみたいなね。お前らこれがどうせ好きなんやろっていうのがもう見え見えな感じのマップですね。いや好きだけどもっていう、好きだけどもって、追加 DLC で欲しかったなーっていう、わがまま、普通にニューク追加して欲しかった感じはありますね。これはこれで面白いけどね、レベル上げもすげー最適になるけど、モシピットで欲しかったなー。まあまあ、いわゆるそういうスモールマップモシピットが、それ負けるのはちょっと無理やなー。ちょっと来てるんでね、早速やっていきたいところではありますが、開幕初手ははぁ、ちょっと、マジ、早すぎてさ、ちょっと展開が早すぎて、これもう、あれやな、やっぱ、前出たらあかんな。いや、俺、このマップで前出たらあかんって意味不明すぎやんけど、前出たら前出た分だけ損する。ほんまに。ゆっくり見ていくわ。そうそうそう、オッケーオッケー。で、これ多分そこでまだ湧いてるんや。まだ湧いてるから、ここでスタン転がすじゃん。転がして、ヒットないじゃん。これ、あえて無視する。ちょっと当てる、当てるよ。はい。ちょー、お前ら、降りすぎやって、ちょっと全部ずれたし。もう、ちょっと待って、ほんまにあかん、これ。もう、エイバシートクソ引っ張られたぞ。これ、まともに実況できんやろ、これ。この武器がせっかくね、ちゃんと強いところ見せたかったのにさ、なんか、もうなんか別にハンドガンでも、これ使えるやろ、みたいな場面しかないんやけど、大丈夫、これ。いける？あ、うわ、出た、これ。スパイのやつ。だるすぎ。スパイになってますね。お前、スパイやろ、オッケー。じゃあ、俺ら。オッケー。で、そこは投げ物投げといて、なんかそこいんな。はい、当てとくじゃん。は？どこどこどこ？は、どこ？は？真下？え、どこ？あ、こん中入れんのこれもしかして。え、どうやって入ったの君？ねえ、教えて、オイラに教えてよ。持っていくじゃん。ここか。あ、そんなところあんのね。あ、でもこれ負けんのおかしくね、ワントリー。あのさ、負けんのおかしいだろう。はい、こういって、オッケー。まず至近距離 SMG 内のレートが遅すぎてさ、まず一発でも外したら他の武器に負けるっていう、このリカバリのなさね。これがいわゆるディロンチとディロンチじゃないところで物語を語らなければいけないという言われるゆえんですよ。はい、これでこうやって敵リス詰めていくじゃん。バレてないよね、バレてないよね、バレてないよね、バレてないよ。で、そう、さすがに目の前来ないね、もう来ないでね、ただ怒るよ。はい、大丈夫、バレてない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 よ。持っていくじゃん。バレてないよ。一旦リロードで、まだが繋がりそうだけど、はい、かわいそう。そっちから来るやろ。はい、お疲れ。マジめっちゃ無双してる。これ強くね、これチートだろ。はい、お疲れ。これチートですね。はい、スーパーエージェント、カウンター UAV 出す、で UAV 出す。まだ一応潜伏状態だけど、いやもうバレてる判定だよね、これ多分。オッケー。いや、バレてないんかな、ちょっと反応遅れたね、敵。まだ繋がってる判定なのか、これ。まあ、ダメージ食らったら解除されるってあったけどさ。やばい、飛ぶ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 。あ、ぶね。さすがに。まあ、けど一応今もう10レードキルぐらいやってるから、この調子で行きたいところですが。いや、これ待って。ここで顔出してこう。これ抜いてから、ハンドガンで行く。よしよし。こんな形でね。しっかりと一個一個詰めていきましょう。ここいない。ここ見ていく。ちょ、弾ないからな。弾拾わせてほしいんやけど。大丈夫？ジャッカル拾わせて。ジャッカルがじゃあどれぐらい強いかお見せしましょうか、私が。ジャッカルがどれぐらい強いか、これね、ほら、もう至近距離絶対これさっき負けてましたから、ジャッカルだったら勝てちゃうんすよ。あ、いや、嘘、来ない？はぁ、そこでイモってるわ、マジで聞いてへん、マジ。そんなところにイモるの聞いてへんって。マジ、ハードポイント入ってきてる、無理ー。やばすぎだろー。いるか？いない、いない。あ、ぶれ。ナイス、トロフィー壊すわ。これ多分こっちから抜けんじゃね？抜けるな。はい、抜いてハードポイントアサシン。だからここにいるはずだから、腰打ちで。あ、全部やってるわ。ナイス？ナイスだけど、なんだお前、危ねえ。ハードポイント乗り続ける。はい、セブテクス転がす。ワンチャンこっちから来るかもしんないから、こうやって投げ物投げて、しっかりとゆっくりピークからの、角待ちしてないからの、拠点入って見ていくからの、これ絶対負ける。いや、待って、スワット強くね、あいつ。3点バーストもしかしたら最強になったか、あれ。あいつにね、やたら理不尽キル負けるけど、まあまあまあ、マークスマンって言ったらそんな前からな。シャーなしではある。その代わり、至近距離はこっちが勝ち取らせていただくぜと、言ったところで、セブテクス投げる。いけるかな。いや、これ後ろから行くか。こうやな。これが正解なんで、これ、オッケー、危ねえ。いや、慣れてきたよ、慣れてきたよ。ちょっとエイムがね、ちょっとずれたら負けなんで、ちょっとめちゃめちゃ緊張感ある SMG だけど、使いこなせば最強って言われるところをね、しっかりと見せていきましょうやと。いや、これもね、結構きついっすね、さっきのも。エイムが100点満点じゃなかったからダメージ受けちゃって、まあ、結局ね、あの次の打ち合いに行けなかったっていう、もう反省点しか出えへんの。まあ、自信がなくなるわ、この武器使ってたら。オッケー、ナイスキル。この武器使ってたらマジ自信がなくなる。ほんまに。あ、俺って下手なんだなと。ナイス。俺ってダメなんだなと。ダメな子なんだなと。それが出てしまう。悲しみの武器。オッケー。で、そこで投げ物投げる。いいよ、レベル上がってきたよ。多分まだ来るから。あ、奥にあれ、ありますわ。これ、
スパイです。ははは。残念だったな、敵さんよ。オッケー、ナイス勝利。まあ、一応51キル19です。まあまあまあ、これはせんから、これなんか100キルいけるらしいからさ、100キル目指したいけど、ちょっとこの武器やったら僕は厳しいっすね。もうちょっとやっぱね、エイム力ないと、これ使いこなせんわ。いや、けど、見てもらったらわかるけど、すっげえ楽しい。うん。いや、このリスガリやべえだろ、マジ。ははは、マジ。目前敵がだって3億人湧いてきてるからね。やばないこれ。この湧き方マジでね、異次元だなぁ。クソリスっすね。まあ、けど、なんかまあ、コッドミーンってどうせこういうのが好きなんでしょみたいなね。もう体現されたマップなんで、まあ、ぜひ皆さんこちらね、まあ、やってみてください。で、あとこの武器もね、本当にエイムが上手い人、まあ、おすすめです。ただ僕は、これ使うんだったら、ジャックル PW 使ったは100億倍安定するんでね。まあ、まだまだといったところでしょうか。けど、まあ、何度も言うとおり世界記録出してる武器なんでね、海外プロが認めた最強武器となってます。よかったらね、皆さんこちらのカスタム参考にしてみてください。はい、ということで、これからはですね、こんな形の COD に関するね、いろんな動画上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通常の時にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。